いや皆さん、今回のバレンタインイベント、マジ神イベントじゃないですか。一周適当なパーティーでも3万いくらとかですよね。これでリーダーとかをまあガーネットとか、あとはクリスマススピーカーとか、まああとはフォローでさらにガーネット、クリスマススピーカー、あとは星2の弓の名前がちょっとわかんないですけど、とかにすると倍賞で、9万いくらでした、9万6千とかそれくらいになりますよねそれを1時間でだいたいいくらかな、300万くらいはいきますよね。マジね、本当神イベントだと思います。僕は、フォローを全部じゃないけど適当に、まあ、だいぶ解除して、で、クリスマススピーカーをがっつりフォローして、回してます。これは録画なんですけどね。今回はマジで神イベントだったと思います。そんなにでもやってないです、言うほどはやってないです。もうフルフルやってる人は多分これフルフルやってるんだと思いますけど、僕まだ金の冒険の書ゴールド、あれまだ全然残ってるんで、まあまあ必要なだけっていう感じでやってますね。とりあえず、タウンは一番でっかいやつにすることが今回、おかげさまでできました。それで残りが今1200万ゴールドくらい、だから今回のイベントで多分しっかりやってるというか、まあちゃんとやってる人はもう本舗カンストがいくらわかんないですけど、多分ゴールド、冒険の書ゴールドは多分みんな残してると思うんで、ほぼほぼもうゴールドいらないぞくらいにはねやってるんじゃないでしょうか。で、今回のイベントというか、電池が失礼、電池がね、切れちゃいました。周回するときってウィズって本当に優秀だと思うんで、始めたばっかとかの人でウィズ持ってない人は絶対揃えた方がいいです。ウマルスとの比較とかあると思うんですけど、絶対ウィズはね育てた方がいいと思います。 S2 が多段するんですよね。広くて多段する。バロンもあるんですけど、バロンは消費小さいんですけど、範囲が狭いというので、ウィズの S2 が消費45です。2凸すると SP が180になって4発打てるようになるんですよ。範囲が広くて多段して、確か属性もついてなので、必ずウィズは、ゲットしてレベル100にして S、2凸をおすすめします。今回のイベントだと4発しか打てないんで、で範囲があるのがっていうか、まあ動かないで動かないで、まあ、まあ好みなんですけどね、まあ、これ録画なんですけど、位置動かないで範囲で多段できるっていうのが、僕の場合だと、まあ魔法はねバロンの杖があれば、いいと思うんですけど、4発しか打てないんで、ここでまず一発じゃねえ、4発しか打てないんで、まあ1回目を、ビートのバロンでやると。だから、もう完全にここ金と銀確実に仕留めたいんであれば、打ち漏らしたくないのであれば、バロン2回やって、その後、1、2、3。あれ？計算はねえな。時間短縮であそこ一発にしてんだ。だから、1、2、3、あ、1、2、あ、ウィズだけでいけるのか。1、2、3、4、あ、ウィズだけでいけるわ。今回のイベント。ビートいらないね。俺今気づいたわ。4発でいけるじゃん。1、2、3、4。ああ、まあいいんですけど。ということで、ウィズは神。